ツイッターとかってそういう場所じゃないですか。だいたいやばいやつだなって思ってプロフィール欄見ると安倍許さないとか、まあ逆もしかりで、なんかその主張をプロフィールとして書く人生ってなんだって思いますよね。はい、座右の本の、コーナーの3回目のゲストに、井川さんに来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。井川さんは、ご存知の方は多いと思うんですけど、僕が解ける再びって本を、今年編集させてもらって、最近だとあれですね、ツイッターをはじめとしてインフルエンサーみたいにそんな立派なもんじゃないですけどね。来て、まあ、知ってる人多いと思うんですけど、ざっくり紹介すると、まず大王製紙という、まあ、製紙会社、紙の会社の3代目で社長会長となって、で会長の時にギャンブルで206億円、106億円溶かしたっていうね、特別背任とかになるんですけど、はい、そうですね、会社法特別背任でしたっけっていうことで、逮捕されて、刑務所行かれて、で今出てきて、無敵の存在みたいになってインフルエンサーをやってると。で僕の中でなんか勝手に分けると、まあ、経営者時代、その次がまあギャンブル逮捕時代で、今インフルエンサー時代って言って、以下は 3.0 みたいな感じかなと思ってて、井川さんのすごいのは、あの本だけ読んだりネットニュースだけ見るとすごいコメント欄とか誤解してる人いるなと思うのが、106億円とかして逮捕された、でしかも解ける再びって本出してるっていうのだけで判断して、あ、この人昔はすげえお金持ってたけど今もういろいろダメになっちゃった人なんだなとかって思ってる人が多いんですけど、そんなことが全くなくて、残念ながらお金もあるし時間もあるし、そして教養もあるっていうので、今ツイッター上で無双状態でいろんな人になんか絡んでる感じです。いや、そんな絡んでるなんて、そんな編集者みたいなまあ怖いもんなしなのは本当ですね。本当怖いもんなしですよね。ひろゆきさんとかも井川さんが絡むと全然やり返してこなくないですか。あ、ちょこちょこっとありましたけどね、なんか最初の方振り逃げみたいな感じだったんだよな。井川さんは今はどんな生活をしてるって感じなんですか。まあ、ニートですね。現代令和の貴族みたいな感じですよね。いやそんな立派なもんじゃないですけど新貴族みたいな、まあ、やりたいことだけやって夜はもうスピリタス飲みまくって、スピリタス飲みまくって、僕もな1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回飲ませてもらうんですけど、あれ毎日やってるって半端じゃない体力ですね。一晩にだいたいスピリタス最近だと1本半ぐらいですかね、まあ、もちろん私一人で飲むじゃないですよ。スピリタスってあの96度のまあ、ウォッカなんですけれども、死んじゃうんじゃないですか。私を入れて周り数名で1本半ぐらい、まあ、そのうちの半分ぐらい私が飲んでると思いますね。井川さん飲めなさそうにしている人のスピリタス勝手に一気してくださいませんいいよって言って、そうですね、無理やり伸ばすのはあんまり好きじゃないんで人生のその井川 1.0、2.0、3.0 で いつが一番楽しいですか。大体ああいうのってこの数字が増えていくほどバージョン上がるじゃないですか、うん、当然 3.0 がないですよね、はい、その辺の話あの後半の方で聞かせてもらうんで、最初に座右の本を、はい、教えてほしいなと思って、タイトルだけ教えてください、はい、ビクトル・ユゴーの、レ・ミゼラブルですね。ベタな感じはするかもしれませんけど、いや、なんかベタな感じっていうか、まあど真ん中そこ来れるのすごいなと思って、正直恥ずかしながら僕知ってみますし、物語は分かってるんですけど全然ちゃんと読んでないんですよね。で、うん、多くの人は多分そうだと思ってて、はい、なんでどういう本かどこに惹かれたのかっていうのを聞きたいなと思って。これ私は、ね、大学時代に頑張って読んだんですけれども、はい、結構あの昔はこれのなんていうんですか、子供用にこの簡略化したバージョンっていうのはアームジョーっていう題名でですね、はいはい、まあ、絵本に使われたりだとか、はい、なんか小学校の時それは触れた記憶がありますね。そうですね、まあ、それをまあちゃんとしたですね、あの、まあ、もちろん日本語に訳してはいるけど、まあ、原本を読んでみたいと思って、これ結構なかなか大変でしてね、あのどれぐらいの分厚さなんですか。1冊1巻がそうですね2センチぐらいありそうなのが5巻、全5巻なんですね。私
基本的に社に構えてますし、なんていうのかな、ひろゆきさんじゃないけど霊障的な部分ってのはあるんですけれども、うん、アイロニーっていうか皮肉的に切る感じ、なんかものすごい正面からこうがっぷり四つで組もうとはしませんよね。そうですね、まあ、そういうスタイル取ってるんですけどね、本当は実は結構熱い人間でして結局読もうと思ったのもですね、簡単にストーリーを言いますと、まあ、知ってる方も多いと思うんですけれども、パンを一切れ盗んだだけでですね、15年だったかな、もう19年ですか、うん、まあ、途中で脱獄しようとしたりだとか、そういったことで積み上がってしまって、うん、パン1個で19年入ったジャンバルジャンというですね主人公、これが、まあ、やっと釈放されて、刑期終わって釈放されて、うん、でも、まあ、当然行くあてもない、仕事もないという中で、教会ある教会にですねたどり着いたら、そこの神父さんが夜の食事と一晩の、ベッドを与えてくれるんですけれども、その時に食堂にあった銀の食材に目をつけてですね、そのジャンバルジャンは、その食材を盗んで逃げるんですけれども、警察に捕まってしまうと。でこれはどこのだっつったら、まあ、教会のだと浮上したところなんで、それではということで教会に連れ戻されて、神父にこれはあなた盗まれたんですねと警官が言ったら、いやそれは私があげたものですと、うん、でそこからの警察は疑うんだけれども、まあ、被害者である教会牧師の方がですね、神父がそういうもんですからとりあえず無罪釈放と。でそこから彼は、一生懸命努力して最後は事業にも成功して、どこの市だったかな、市の市長までやるんですね。でそこで身寄りのないコレットというですね少女を、自分の養女にして育てて、でそこからいろいろその、第二帝政に対する抵抗でそのコレットの恋人が、捕まるだとか、うん、それを助けるだとかいろいろあるんですけれども、ずっと彼のことを狙っている、あれは間違いなくジャンバルジャン、名前も変えて市長になってるわけですけど、うんうん、ずっと狙っている、ジャベールだったあの刑事がですねずっと付け狙うんですけれども、うん、彼はすごく悪役としてですね、まあ、心を入れ替えて慈善事業にも励んでいる、ジャンバルジャンをずっと付け狙うんですが、その混乱の中で彼が当然政府側の人間なんで、その反体制側に捕まって、殺されそうになったところをジャンバルジャンが救うんですね、背中に負ってですね。でそれで後で助けたのがジャンバルジャンだったということでですね、ジャベールはいろんな矛盾にですね自分の今まで信じていた正義というものを疑って、うん、最後は苦しんでセーヌ川に身を投げて死ぬというような部分もあるし、はい、でいろいろ経って最後に、まあ、コレットはその、恋人と結ばれて、でいよいよ寿命が尽きようとするジャンバルジャンに、まあ、そのコレットとその、彼氏が一緒に付き添っている時にもう寿命間もないというんで、神父様をお呼びしようって言ったら、その必要はないと、ずっと神父様はそこで見守ってくれていたって言って、その銀の食材を呼びさすっていうようなですね、うん、エンディングなんですけれども、あんまり私キリスト教に対しては批判的なんですというか、宗教全般に対して批判的なんですけれども、一神教に対してはですねうまく言えないんですけれども、やっぱり他人に対するですね、まあ、寛容さとかですね、愛情というか友愛というかですね、盗みを許してくれたことをずっとその心に刻んでですね、その分を人に返していこうとして、うん、まあ、改心して、その結果、まあ、幸せに死んでいくというですね、そのありようにですね非常に感動しました。なんでこれを座右の本に選んだかというと、うん、でもなんか井川さんらしさも感じますけどね。そうですかね、はい、霊障的なスタンスを取ってるのはですね、うん、はい、実は熱い人間だと思われるのが照れくさいんで、結構そういうスタンスを取ってるところあるんで、初めて言いましたけれど意外、あ、そうなんですね。伝わってない人には伝わってないんですけど、井川さんが意地悪な遊びしてんなと思うのはA だって主張したら A を信じてる人が集まってくるんだけれども、なんかそこで A を信じてる人たちのことも今度はまたはしご外したりして、あ、やります ね、 やりますね。いや、そんな単純じゃねえぞお前らみたいな、なんかそこの多面性とか正義とか、まあ、宗教含めたいろんな信じることなんてそんな正解ないよねっていうので、こう手のひらで遊んでる感じがなんかそれが伝わってない人にもなんかこの天井美徒感みたいなのがなんかこう
教養性みたいなのに感じられて今人気あるんじゃないかなと思うんですよね。あ、だといいんですけどね。まあ確かに教養、私にあるかどうか別にしてですね、うん、教養っていうのは結局その物事の多面性を理解すると、はい、一本調子にいかないことだと思うんでですね、うんうんうん、それってもともとの井川さんの人間性として強くあったのか、それともやっぱ逮捕されて刑務所行ったことによってさらにその善悪とか価値観の多面性を感じたのかってどっちなんですかね。まあ、価値観の多様性多面性っていうのはもともとそういうふうにですね、うん、思ってたんですけれども、うん、より人に優しくなれたっていうのは、その刑務所行ったからというよりもですね、うん、その前後でですね、はい、まあ、前後というか前と途中でですね、はい、いろんな方がやっぱり友人だと私が信じてた人たちがみんな本当に友人として皆さんがその、うん、まあ、支えようというかですね、うんうん、いろいろ気遣ってくださったことでですね、より以前よりも人にはやっぱり優しくしなきゃいけないなと、うん、何でも自分でできると思ってましたから、うんうんうん、何か頼んでくる人間とかいるとですね、はい、軽蔑するぐらいの勢いのところあったんですよね。自分で解決しろよとかですね、まあ、すぐに頼んできやがってとか思ってたんですけれども、冷たさっていうよりも自分は自分に厳しくしているから相手もそれが普通だろうってことですよね。そうあるべきだと思ってたんですね。まあ、独立して生きろってことですよ ね、自立して、はい、うんうん、すぐ人に頼ってくるってまず自分で解決するよとかですね、うん、思ってたんですが、うんうん、まあ、自分がその48の時にですね事件になって、うんうん、まあ、逮捕はされる、まあ、2年間裁判してる間もフラフラ飲み歩いてはいましたけれども、いろんな人が気遣ってくれたし、うん、はいはい、まあ、普通はそういった友人だと思ってた人間が去っていくのかなと思ったらですね、うん、はい、皆さん全然変わりなくですね、むしろ大変だろうとこう精神的に支えてやろうというような気持ちでいらっしゃってくださったと、うんうん、でなんかあと他にも本当に実際に物理的にですね、その、はい、刑務所の中っていろんなことがうまくいかないんでですね、うん、外部との連絡にしても、うんうん、で外でやっぱり一応やることがあるんだけども、うん、これを支えてくれるのに、まあ、佐藤貴則、孫徳さんと呼んでる、はい、親友がですね本当に親身になってやってくれたと、うん、まあ、彼を代表としてですね、いろんな人間が支えてくれたことから、あ、人に頼るのもいいことだなと、それまで自分がだからそういう主張ですから、うん、まあ、主義ですから、うん、できるだけ人にはですね頼らないと自分で解決しようとしてたんだけど、はいはい、相手に迷惑かけないレベルでですね頼むっていうのは、まあ、これって結構気が楽になったというかですね、強がってた分がですねこうふっと肩の力が抜けたと、その分人にですね頼まれたらもう一生懸命してあげようという気持ちもなったし、人に頼られてっていうのは案外いいもんだなと思いになったんですよ。遅い気づくのがそれまで結構ストイックに生きてたってことですよね。まあ、ストイックというか全然ストイックじゃないんですけど、まあ、そういうふうに強がって生きてたっていうのもあると思うんですよね。やっぱ刑務所に入った人独特の色気みたいなのあるんですよね。これもタカポンを知ってる人間はいや出てきた時は別人のように謙虚になって優しくなってでもまあ3ヶ月で元に戻ったけどなって言ってますけど、確かに体も心もただなんか人間的ななんかなんつうか厚みみたいなのはあるような気がして、彼もやっぱりなんていうのかな、勝手に人のことを評して申し訳ないんだけど、うん、本当はね優しいし心の熱い人間だから、やっぱりそれを蹴取られるのが嫌だから、いやそこはそうですね、すごくこう突っ張ってるところがあると思うんですよ、うん、そうですねその突っ張り方は全然違いますけど、そこはちょっと似てる部分がありますね。なんか土直球で自分を知られることが嫌だっていう、うん、まあ、50過ぎるとね、 50も後半、私58ですからこのぐらいになるともうそのあたりはいいやっていう、ありのままの自分でいいやって感じにはなりますね。どんなことも別に照れくさくもないし恥ずかしくもないしっていうですね。